久保さんお金を稼ぐって大変ですよね。うん。まあこれはね、お金を稼ぐことを一人でこう、一人でですよ、給料をもらうんじゃなくて、まあ給料をもらうのも大変なんだけどもね、お金を一人でこう稼ぐっていうことをやってきた人にしかわからない、なんすかね、まあそれも永続的にですよね。まあ僕も5年以上やってますけど、久保さんも結構長いと思うんですけど、一人でこうお金をこう稼いでいくっていうのは、 これね大変なんですよ。うん。大変です。まあ、もう慣れましたけどね。慣れたんだけど、結構大変だと思いますよ。うん。まあ、子育ても大変だと思うんですけど、どっちが、まあ、てにかける、まあ、人間の命と、うん、どうですかね。まあ、てにかけるものではないかもしれないですけど、天秤にかけるとするならば、あの、お金稼ぐ方が大変だと思います。要は、結果出さないといけないんで。 ぶっちゃけでしょ。あの、これは反論があると思うんですけども、子育てって多分、なんだ、ちゃんとご飯与えれば、子供って育つじゃないですか。<laughs> どうですか。まあもちろんいろいろありますよ。あると思いますけども、うん、ご飯あげとけば、とりあえず育つと思うんですよ。まあもちろんそのおむつとかなんかそういうのもあるとは思いますけども、 ま、じゃあ、おむつ替えが超難しいかっていうと、多分難しくはないと思うんですよ。ね、誰でもやろうと思ば大人であるならば、おむつ替えでできると思うんですよ。だけど、アクセスを集めることは誰でもできるか。ね。商品を売ることが誰でもできるかっていうと、多分誰でもできないんですよ。おむつ替えは多分ね、誰でもできると思うんですよ。ただ、それは面倒くさいっていう、たぶレベルですよね。だから、まあ、普通に働いている共働きとか、まあ、なんかいろんな家庭があると思うんですけど、 めんどくさいとか、忙しいとか、大変とか。だから多分その分類だと思うんですよ。でもできるんですよね、多分。それは。おむつ替えできますよね、多分。誰でも。大人であるならば。でも、アクセスを集めることは誰でもできないんですよ。商品を売ることも誰でもできないんですよ。で、しかもそれをか確実に売って結果を出すっていうことも誰も、誰でもできないんですよ。おむつを買えるようにはできないですね。うん、だからなですかね。 うんまあ、比較対象するしてはいけないとは思いますけどもうんやっぱまあお金を稼ぐっていうのはすごく大変なことだなっていうのは僕はまあすごく思いますよね自分でやってきて思うのがうん,なんかねなんか大変自慢と大変自慢こっちの方が大変だとかねあっちの方が大変だとかなんかいろいろあると思うんですけど まあお金稼いでみればいいと思うんですよね。自分でそう思うんだったら、一人で。まあ、いろいろ考えないといけないし、いろいろやらないといけないし、まあ、いろいろありますよ。うん。でもまあ、あの、その人にとってはその人の苦労があるしね、サラリーマンはサラリーマンの苦労があるだろうし、お前に何が分かるんだと。分かりませんって話ですよね。<laughs> お前に俺の気持ちが何が分かるんだ、みたいなね。分かるわけないじゃないですか、みたいな。分かんない人はす,すいません、みたいな。 でもあなたも僕の気持ち分かんないですよね。一緒ですよっていう。<laughs> 一緒なんですよ。言ってらっしゃい。